かきりえワイトもします。今回ですけども、こちら電動空気入れを購入したので、こちらをね紹介したいと思います。ファンティックというブランドのもので、ハンディクリーナーとか電動工具とかモーター製品を多く扱っているメーカーみたいで、よく見るマークですが、グッドデザイン賞などにも受賞しているので信頼できると思って購入。ファンティック X8 アペックスという商品で、いわゆる空気入れ、今年の初め頃にアリエクで買った電動ポンプがあるのですが、こちらです。ものすごく便利に使えていて、車とか自転車に乗っているなら欠かせないアイテム。家で空気圧を調整できるのも助かりますが、パンクっぽい時に調べられるし、実際パンクをしてしまいましたが、これがあると自宅での修理も可能です。自転車に関しては手動で入れるのが普通ですが、自転車の空気圧は思ったよりも結構あって、実際にメーターがないと正確な数値で言えるのは困難というか、ほぼ皆さんはね少ないと思います。でこれを使ってきて実際少し不便な点もありまして、まずバッテリーが結構持たないことと、タイヤの空気を完全に抜くと1本入れるのがギリギリくらいで、それとね時間も結構かかりまして、1本入れるのに10分くらい、それとホースも短いので扱いにくい。まあ値段も安いので仕方がないのですが、もっとより良いものが欲しいと思ってこちらを購入。購入価格は 11,534 円。アメリカで非常に売れている商品みたいで、Amazon の評価も非常に高いです。では早速中身を見ていきますが、あれがパッケージかと思ったら中にもねパッケージがあります。やばい。なんかこう見るともうすでにねかっこいいです。パッケージのクオリティは完璧。ではこちら付属品となりますが、本体とプレスアダプターとボールニードルアダプター、エアホース、 USB 充電ケーブル、収納袋、取り鉄。プレスアダプターはアメリカ式をフランス式、イギリス式に変換するアダプターです。日本の自転車はイギリス式になります。こちらも実際使ってみるのでご参考になればと思います。ではね機能性能を紹介します。電圧は 12V でバッテリー駆動、 2600mAh の電池を3本搭載、入力の方は USB Type-C ポートで、充電器として使える A ポート出力がついています。ポンプの設定モードは4種類で、自転車、バイク、自動車、ポール。圧力単位は変更可能で PSI と kPa とバール、あとねフラッシュライトがついています。最大で40分程度稼働可能で、自動車のタイヤだと16本で4台分、ホースのサイズは 460mm で、やけど防止の高圧ホースとなっています。はい、性能はこんな感じ。ではね少し触ってみますが、外観はこんな感じ。作りはしっかりしていて、いかにも高そうなポンプでかっこいいです。以前購入した安いものと比べるとこんな感じで、大きさも重さも全然違います。こちらが Type-C ポートと A ポート、 PSE マークもあります。では電源を入れて、モード変更、LED ライト、モードボタンを長押しで表示切り替え、
日本で使われている単位は主にキロパスカルかキログラムフォースパー平方センチメートル。簡単に説明すると200キロパスカルは2キロです。単位表があると分かりやすいですが、1バールで100キロパスカル、自転車の圧力で見かける PSI ポンドスクエアインチの約で、これに関しては少し分かりにくいと思いますが、基本的にはキロパスカルで使用すれば大丈夫だと思います。では早速ですが使用していきたいと思います。まずこちらサッカーボールですが、空気圧は 0.5 から 0.7 バール。ではね、車のタイヤにつないで空気圧を見てみます。190キロパスカル、いわゆるね 1.9 キロです。空気を全部抜いて、210キロパスカルで入れてみます。0から入れて2分52秒。今までのものは10分くらいかかっていたので相当早いと思います。では最後に自転車を使います。空気圧を見ると280から450キロパスカル。はい、こんな感じでバッチリです。今までのやつは先端を変換していましたが、これは必要ないので便利に使います。はい、というわけでこんな感じ。いろいろ使ってみましたが、やはり性能がいいのでスピードは速いし、容量も大きいので長時間使用できるし、今まで使っていたものは結構熱を持っていましたが、この X8 Apex は全く熱も持たなく使用できて、ホースも長くて使いやすいし本当におすすめ。電動ポンプの購入を検討している方や、この動画を見て初めて知った方もご参考になればと思います。はい、こんな感じで動画以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。